反町隆史は1990年代から活躍する俳優兼歌手として広く知られていますが、彼にまつわる一般的にはあまり知られていないかもしれない衝撃的なエピソードをいくつかご紹介します。格闘技への情熱。反町隆史が格闘技、特にブラジリアン柔術に情熱を持っていることは、彼の多くのファンやメディアによって語られています。この趣味は彼の身体的なフィットネスを維持するだけでなく、彼の俳優業においても役立っていると考えられます。ブラジリアン柔術は地上戦に重点を置いた格闘技であり、テクニックや戦略が非常に重要です。反町隆史がこのスポーツに惹かれたのは、その技術的な深さや精神的な要素、自己制御といった側面に魅力を感じたからかもしれません。彼のこの趣味は、特にアクションシーンの多い作品に出演する際に彼の演技にリアリティと説得力をもたらしています。身体を鍛えることで得られる自信や厳しいトレーニングを通じて培われる精神力は、彼の俳優としての幅を広げ、役柄に深みを加える要素になっていると言えるでしょう。反町隆史はブラジリアン柔術に対する熱意を公私ともに示しており、時には SNS などを通じてトレーニングの様子を公開することもあるようです。この格闘技への情熱が彼の健康維持やストレス解消にどのように寄与しているかは、彼自身の言葉からもう伺い知ることができます。バイク愛。反町隆史のバイク愛は彼の公私にわたる趣味の一つとしてよく知られています。彼は長年にわたりバイクに対する深い情熱を持ち続けていることで知られており、多くのインタビューや公の場でこの趣味について語ってきました。彼のバイクへの愛情は、ただ単に乗ることを楽しむだけでなく、バイクのメカニズムに興味を持ち、メンテナンスやカスタマイズにも積極的に関わることからも伺えます。バイクに乗ることは彼にとって日常から離れて自由を感じる時間であり、またバイク愛好家としてのコミュニティ内での交流も楽しんでいるようです。彼はこの趣味を通じて様々な人々との出会いや新たな発見を楽しんでいると言われています。反町隆史は特に大型バイクに興味を持ち、高性能なバイクを愛用しているとされています。彼が乗るバイクは、そのスタイルやパフォーマンスが彼自身のキャラクターを反映しているとも言われており、彼のバイクに対する熱い思いが垣間見えます。またバイクツーリングを通じて日本各地を訪れるなど、バイクを使った旅も楽しんでいるようです。このようなアクティビティを通じて、彼は日本の自然や文化を体験し、新しいインスピレーションを得ていると考えられます。家族との時間を大切に。反町隆史は家族との時間を非常に大切にしていることで知られています。彼は女優の松嶋菜々子と結婚しており、2人の子供がいます。2人は1998年に放送されたドラマ GTO で共演して以来、日本のエンターテイメント業界を代表するパワーカップルの一つとして有名です。彼は家族との時間を重んじ、忙しい仕事のスケジュールの中でもできる限り家族と過ごす時間を作っていることが伝えられています。例えば子供たちが小さい頃は積極的に子育てに関わり、学校行事に参加するなど、父親としての役割を大切にしてきたと言われています。また家族旅行を楽しむ様子などがメディアに取り上げられることもあり、反町自身が家族との絆や幸せを最優先に考えている様子がうかがえます。松嶋菜々子と共に2人の子供のプライバシーを守るために、子供たちの具体的な情報や顔写真を公にしない方針をとっていることも、彼らが家族をいかに大切にしているかを示しています。このように反町隆史は家族との絆を深く大切にしており、それが彼の人柄や公私にわたる行動に大きな影響を与えていると言えるでしょう。